皆さん、ぴょーんすー。はい、ラビットワークの人生相談番号1番かおちゃんです。はい、皆様、ぴょーんすー。ラビットファクトリー製造番号3番クルスニアです。今日は何するの？ピョンス、ラビットファクトリー製造番号でもニアバーカローです。ピノカキキノカ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 バーカローの友達ピノカです。ピヨシです。今日はみんな大好き伝説の折り紙のコーナーが帰ってきます。イエーイ。というわけで今回のテーマはこちら、じゃじゃん、ピノコちゃんを作ろう。イエーイ。パオタロじゃなくて相手のピノコちゃん。というわけで今回折り紙でクマを作っていきたいと思います。それではレッツファクトリー。2人で作ってどんな化け物が出来上がるんだろう。じゃあまず三角形に折って、あ、三角形？はい、そういうわけでピノコの結果発表だよ。まずはこの黄色いやつからどうぞ。じゃーん、ピノコちゃんです。まあまあ似てるな。どうですか。ではニアちゃん発表どうぞ。イエーイ。じゃじゃじゃん。なんか顔と体の大きさ合ってないけど、えらいスマートだな。だね、すごいね。というわけでみんなもピノコのこと作ってくれよ。詳しいことはな、この概要欄に貼っとくからな、リンクから飛んでください。というわけでさよならビット。さよならビット。コメント高評価はお待ちしております。リクエストも募集してます。よかったらお願いします。変わらん顔。変わらん顔。